皆さんこんにちは、アツコストロンゲストです。今回ご紹介する本は、はいこちらです。どんなマイナスもプラスにできる未来教室、石坂紀子さんです。石坂さんはですね、えー、っと産業廃棄物の会社をですね、お父様から引き継いで、まあ2代目の社長になっていらっしゃる方です。 でですね、あのどうしてその、まあ、マイナスがプラスにできるかということはですねまずまあ自分のできることからまあやろうとそういうことですね。 でこの本の中にも出てくるんですけれどもハチドリがですねその山火事の火を消そうとして一粒ずつこう水の雫を運んでいくわけですけれども、まあ、そんなことして何になるの何にもねあのそれこそ焼け石に水じゃないみたいなことなんですけれども、まあ、そのハチドリはですね、まあ、自分のできることをするということで,、まあですね、雫をあの運び続けるわけですね。 まあそういったですねあの特に何でしょうね大それたことをするというのではなく今自分がどの立ち位置にあって何をすべきかそのことをですね、まあ、突き詰めていけばあの、まあ、マイナスもプラスにできるということですね。でですねまあ、あの産業廃棄物のの会社なので ゴミですね、そのゴミをまあ取り扱うわけですけれども、まあ、小さい頃にで,ですねあのゴミ屋の娘とは遊んじゃいけませんのようなことをですね、言われたりとか、まあ、結構大変な目に遭っているようなんですけれどもそちらをですね、乗り越えて今やですね、石坂産業さんはもうすごく有名なあの、 方があの訪れるようなあの見学に訪れるような会社になっているわけです。もうですねこの人の生き方をちょっとでも見習えればいいかなと思います。皆様にもぜひ読んでいただきたいと思います。はい今回もご覧いただきましてありがとうございました。またこのようにですね素晴らしい本がありましたらこちらでご紹介しますので次回以降もまたぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。